パサージュでパノラマは、パリ2区にあるパサージュクーベル。北のモンマルトル大通りから、南のサンマルク通りを接続する。パリの切手賞が集まる主要な場所である。1974年7月7日に、歴史建造物に登録された。メトロの最寄り駅は8号線、グラン・ブールバール駅。パサージュでパノラマは1799年から1800年に、 かけて、モンモランシーリュクサンブール間の邸宅跡地に建設された。名は、パサージュ入り口の上に置かれて、呼び物となった大きな街の風景を描いた二つの円形パノラマに由来する。パノラマは1831年に取り壊され、現存しない。1830年代に建築家のジャンルイ・ビクトル、グリサールがパサージュを改築し、パサージュに並行するサンマルクホロー。 バリエテ劇場の楽屋口に接続したバリエテホロー、フェイドーホロー、モンマルトルホローを新たに設置した。19世紀には彫刻家のジャンピエール・ダンタンが、タレーラン、ルイ・フィリップ、ベートーベン、パガニーニ、リスト、ビクトル・ユゴー、バルザックといった当時の社交界の名士たちのカリカチュア人形と、肖像が石膏や銅による胸像を制作して人気を博し、 パサージュの展示室に陳列した。別名をミュゼダンタンといった。活版印刷のアンリステルヌや絵葉書書切手賞、何件かのレストランがパサージュでパノラマに店を開いた。1866年には個人による美術コース内し予備校形態のアカデミー・ジュリアンがここで始まった。ステルヌが開いた店は2009年7月10日に歴史建造物に登録された。 ありがとうございます。